私たちのセンターは、スーパーコンピューター。これはあの地球シミュレーターと言いますけれども、この地球シミュレーターを皆さん、リサーチ、リサーチャーの皆さんに使っていただいているっていうのも一つあるんですね。使いやすいスーパーコンピューターの環境を提供している。それと一緒に、あのそのスーパーコンピューターで使うデータ、これ観測データが主なんですけれども、そのデータの まあ、クオリティ質をですね普通あの観測データというのはノイズが乗っているものなのでそれをノイズを除去して、えー、質の良いデータを作り上げるというような作業をしていますでそのデータをあの使いながら全国あるいは世界中のリサーチャーの人たちに提供して、えーまあ、研究を使っていただいているその2つの大きな局面があります で、このスーパーコンピューターなんですけれども、地球シミュレーターという名前のスーパーコンピューターは2002年に出来上がりました。で、今使っているコンピューターは3代目、リニューアル、3回目のリニューアルしたコンピューターでして、で、これは、あの、環境とか、それから温暖化、地球温暖化ですね。そうい また将,将来の地球環境の予測などに使われています。あるいはあですね、日本の豪雨がどうなるかとか、あるいは日本の水産業がこれからお魚がどういうふうに取れるかとかというような予測の研究もしています。この地球シミュレーター2002年にできたわけなんですけれども、もともとは地球温暖化の予測をするためのモンドでした。その,その頃は えー、当時日本,のが日本の政府が推し進めているプロジェクトの一つでしてでそのプロジェクトをが終了した後この地球の環境の予測をするようなあのスーパーコンピューターという役割になりましたですがその2002年のその前地球シメーターを作ろうというようなあの 計画があってそのプロジェクトがずっと続いて、10年ぐらい続いたわけなんですけれども、それは京都プロトコルがあの契機になってまして、京都プロトコルのお約束をお実際にいい計算をしながら、シミュレーションをしながら、えー、将来本当に温暖化になると、地球の環境がどうなるのかというようなことをお調べる、研究するというところに、えーま、重きが置かれて進められてきたものです。 you.